ヘルガ・マストホフは、ドイツ S 選出身の女子テニス選手。1970年の全仏オープン女子シングルス、準優勝者。1960年代から1970年代にかけて、旧西ドイツを代表する女子選手として活動した。旧姓、ヘルガ・ニー戦といい、1970年全仏、準優勝当時はこの名前であったが、結婚後は、 夫の性のみを用いて、ヘルガ・マストホフと名乗った。彼女は、身長184センチメートルほどの超新選手で、全仏オープンをはじめ、赤土のグレーコートを最も得意にした。ヘルガ・ニーセインは10歳の時から、エッセンの名門テニスクラブ、グリューン・ワイス・クレーテニスクラブでテニスを始めた。彼女の競技経歴開始は、比較的、遅く。 1963年に21歳でウィンブルドン選手権と全米選手権にデビューし、1965年から女子テニス国別対抗戦、フェデレーションカップの西ドイツ代表選手に選ばれた。フェデレーションカップは1963年に第1回の競技大会が行われ、2位戦は第3回大会から西ドイツを担う選手になる。代表入りの翌年、 彼女は1966年に西ドイツを初めての決勝戦に導いたが、チームはアメリカに0勝3敗で敗れ、2位戦は第1試合でジュリー・ヘルドマンに6から4、5から7、1から6で敗れた。2年後の1968年、2位戦はアマチュアテニス選手としてメキシコ五輪の公開競技に参加し、女子シングルス。 女子ダブルスの2部門で金メダルを獲得した。この当時、テニスはまだオリンピック競技から除外されており、メキシコ五輪では一時的な非公式競技として公開競技とエキシビションに分かれて実施された。2位戦が2部門の金メダルを獲得したのは公開競技である。シングルスでは2位戦は決勝でジェーン・バルトコビッツを破り、 ダブルスではエダブディングとペアを組んだ。メキシコ五輪と同じ1968年、テニス界はオープン化措置を実施し、四大大会の名称はそれぞれ全豪オープン、全仏オープンウィンブルドン選手権、全米オープンに変更された。2戦の1960年代のテニス成績は、1966年、フェデレーションカップ準優勝と1968年、 メキシコ五輪金メダルが際立っているものの他の大規模な大会での好成績は少なかった。彼女は1970年代に入ってから個人戦でも成績を伸ばし始める。1970年の全仏オープンでニー戦は初めて四大大会の女子シングルス決勝に進出した。第7シードのニー戦は 準々決勝で、第2シードのビリー・ジン・キング夫人を2から6、8から6、6から1で破り、波に乗って決勝まで勝ち進んだが、初進出の決勝で、第1シードのマーガレット・スミス・コート夫人に2から6、4から6で破れ、この大会の準優勝者になった。こうして2戦は、第2次世界大戦後のドイツ女子テニス界で、 最初の4大大会女子シングルス決勝進出者になる。全仏オープン準優勝の年は2度目のフェデレーションカップ準優勝もあり、この決勝で西ドイツはオーストラリアに参戦全敗を喫した。この年まではヘルガ2000の名前でプレーしたが、1971年から名前をヘルガ・マストホフに改めた。1973年マストホフは、 全米オープンでイボンヌグーラゴングとの準決勝に進み、全仏オープン以外の4大大会で最高成績を出した。全米オープン4強入りの年、彼女はジャパンオープンで準優勝したが、日本の決勝戦でもグーラゴングに敗れた。ジャパンオープンは1972年に創設されたばかりで、マストホフは、 第2回大会の女子シングルス準優勝者になったので、ある。1976年全仏オープンで、マストホフは、キャスリーン・ハーターと組んで女子ダブルス決勝に、初進出したが、フィオレラ・ボニセジゲール・ロベラ組に4から6、6から1、3から6で敗れ、ここでも、準優勝に終わった。彼女は1977年まで、 フェデレーションカップの西ドイツ代表選手を務め、13年間で38勝18敗の記録を残した。統一ドイツになった今も、マストホフは総計勝利数とダブルス勝利数で、チーム歴代1位に立っている。ヘルガ・マストホフが1979年に競技生活を引退した後、旧西ドイツの女子テニス界からは、シルビア・ハニカ。 クラウディア・コーデイ・コール・キルシュなどの名選手が登場し、やがて同国最大の女子選手、シュテフィグラフが世界の頂点に立った。マストホフはその基礎を築いた先駆者として、引退後数多くの表彰を受け、2003年にドイツテニス連盟からドイツテニスのファーストレディの称号を授与された。現在は、スペインのカナリア諸島で、ヘルガ・マストホフ・パーク スポーツホテルを経営している。ありがとうございます。